皆さんこんにちは、赤ペソ先生です。お、ヤギこっち見た。暑いですね。今8月1日夏真っ盛りです。ひまわりもうなだれるような天気です。暑いとサンダルを皆さん履くと思うんですが、私もサンダル履いてます。クロックスみたいなやつね。私はクロックスに乗っかるのが嫌なんで、ウォルディーズというちょっと マイナーなブランドものを履いてます。ただこのサンダル、すごく履きやすいんですけれども、こう長く履いてると裏のね、溝がほぼなくなってくるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、雨の日とか地面が湿った状態で履くと滑っちゃうんですよね。そんなわけで今回サンダル買いました。通称便所サンダルと呼ばれている西部ケミカルだったかなのビッグっていうブランド、ダンヒルブラックっていうのと、こっちはなんだか茶色です。こっちはね、多分トイレとかでよく見かけるタイプのサンダルだと思うんですけれども、こっちめかっこいいんでこっち買いました。こっちを先に買って履き心地が良かったんで茶色を買いました。自分用と 庭で履くみたいな感じで、私足のサイズ27センチから7.5ぐらいなんですけれども、 3L、 これ 3L だとちょっと余るかなって感じで、こっち 2L なんですけど、 2L だとちょうどいい感じです。これ何がいいかっていうと、すごく履きやすいんですよ。ここ柔らかいし、あと日本製なので丈夫というのもありますし、一番いいのはここ溝がね、結構しっかりと掘られているので、雨でも滑りにくい。もともとほら、便所サンダルって水場で履きますよね。トイレで濡れてる状態が多いんで、そこで滑らないように作られているので、すごく履きやすいです。靴下を履いた状態で履くとちょっとね、中と滑るんですけれども、結構いいんですよね。これ思ったよりなかなかいいです。あとかかとの部分に穴が開いてるんで、多少クッション性があるという。ただちょい茶色はね、ちょっとね、ちょっと履きやすいとはいえ、ちょっとどうなんだろう、合わせるのが難しいかなということで黒を買いました。ちょっとね、 3L 買ったんだけど、 3L でかすぎたんで、もう一足黒を買うとしたら 2L を買おうかなと思っています。いや、クロックスとかより全然こっちの方がね、履きやすくていいです。ベンサン JP っていう通販サイトだと、ここにはめるスタッツって言って尖ったやつがあるんですけれども、そうじゃなくて、まあクロックスとかにはめるチャームであったら、結構いうなんか飾りをそれぞれつけておくと他人のと間違えられることもないので、いいんじゃないかなと思います。今回の動画は西部ケミカルの便所サンダル買ったよっていうお話でした。それではまた。